ましたよ。長野から夜帰ってきてこの時間ですよ。そうか、昼帰っちゃった。まあいいや、うん、大丈夫です。でちょっとね、これからまたさらに移動しますね。あ、はい、それは大丈夫ですよ、はい、ということで、はい、行きましょう。行きましょうか。はい、はい、切符、うん、あれ電車移動でやってんの？電車移動、私運転しなくていいんだ今日。電車で来てる。じゃあなんかもうなんかレンタカーとか言われたら、まあ、運転しようかなぐらいの、あ、まあいいや。大丈夫大丈夫。だから今日はあのとりあえず俺に乗ってくればいいから。これ伊達とクッキーだったら、みやさんまた何か食べさせてくれるんだみたいに言うんだろうけど、うん、いや信用ならないよね。だってほらバーベキューを誘われて。たまね、知ってる人だったからどうって誘って乗ってきたから食べさせてもらえる。食べさせてもらえるのね。食べていいのね。食べていいのね。ほんとね。ほんと、まあ、食べていいのなんだろう、この流れの付き合いがちょっと俺をなんか怪しいものにさせる。だって信用ならないもん。まあでもお腹すい、まあ行きましょう。どこかわかんないけど、はい、じゃあ移動します。はい、顔行こう行こう眠いよ。止めます。はい。もう撮ってんの？お久しぶりです。はい、元気です。てか、駅着いて回そうと思ったら、ただもう、来てまして。おはようございます。あ、昨日までなんか飲んでたの？いや、違う、司会で長野に行ってて、イベントの。駆け上げじゃないの？違います。はい、そうです。じゃあ、セブンイレブン。セブンイレブン、どこでも大丈夫です。はい、缶を作る材料があれば、はい、市場になります。いや、ちょっとなんか美しくさせてください。あの終わった後ひどくなっててもいいんで。じゃあ飲みましょう。じゃあ、後ろでいい？はい、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 お待たせしました。はい、はい、右側に乗ってて運転しないと変な感じです。あ、はい、バーベキュー以来だよね。そうです。なんか バーベキューなんか別にそう僕はバーベキューがしたくて何でも何かをバーベキュープラスアルファみたいな感じで。なるほど。ママにいた時もバーベキュープラス、あ、自分が来た時ってプールってあったんだっけ？プールないです。あ、なかった、ね、ないですよ。あ、これ真っ白です。雨降ってた。雨降ってたんだっけ。あ、そっか、ちょっとパラパラ来てみたいな日だった気がします。夏のバーベキューにはプールがあって、あそこのベランダに。え？